シグ MKMS とは、1934年に、スイスで開発された、短期間銃である。1933年に、シグ社のノイハウゼン工場で生産していたマクも、短期間銃のボルト及び機関部を改良し、1934年に、シグ MKMS として完成したものである。MKMS は、当時世界各国が生産していた、短期間銃と比べて、超重心であった。 これに重ねて、発射時に一定時間ボルトがロックされるヘジテーションロック式を用い、撃発サイクルもクローズドボルト位置からスタートし、セミ・フルオートの切り替え射撃機能を持つため良好な命中精度を誇り、有効射程も200メートル前後と比較的長射程であった。この他の特徴としては、断層をフロントストックに折りたたみ収納できる点や着剣装置を備えていた点。 弾倉内の弾薬を打ち尽くすと、ボルトが停止して残弾が切れたことを示すとともに、次弾の装填を用意する、ボルトストップの機能などが挙げられる。フィンランドは9121スイスフランを支払い、合計を 9mm パラベラム弾型の MKMS を242丁購入、同様に16100スイスフランで 7.65mm 型の MKMS を40丁購入している。 シグシャは1940年の4月から7月にかけてフィンランドへとこれらを配送しているが急遽起こった大ソ連戦には結局間に合わず到着は冬戦争終結から5日後だったこれらは継続戦争で引き続きフィンランド軍で使用された主に沿岸警備任務などに用いられ国内で独自に MKMS の交換用重心など部品の生産を行いながら 1960年まで使用し続けた MKPS 及びマクポどちらも警察用短期間銃として改良されたもので少量が警察に配備されたマクポは MKPS の超重心型であるがどちらも MKMS と比べると全長はより短くなっている他には1937年から1939年頃に輸出用として9ト、mm、ルパラベラム弾 9ト、mm、ルコルト弾、9ト、mm、ルステア弾など様々な銃弾向けに使用を変更した MKMS が生産された。しかし第二次世界大戦中は各国で独自の短期間銃開発が進んでいたこともあり、上記の通りフィンランド軍がわずかに購入した以外に採用はされなかった。第二次大戦後はアサルトライフルの普及により発注も少なく、ほとんど量産には 至り足らなかった。ありがとうございます。